世界中で食料危機が叫ばれる昨今、この問題はアフリカなどの発展途上国だけでなく、すぐ身近なところまで迫っています。経済の悪化や食品に対する不安感など、食品を手に取りにくくなることも、食糧難の一つと言えるのです。今回は先進国でも起こりうる？食料はあるのに、食料不足になる韓国の謎に関する話題を、海外の反応と合わせてご紹介します。現在、韓国では貧困層の食料不足が問題となっており、政府も対応に追われていることをご存知でしょうか。理由はいくつか考えられますが、今回は2つのポイントに絞ってお伝えします。1つ目は、韓国食品の安全問題。韓国では、福島第一原発の処理水海洋放出が決まった際に、反対運動が起きたり、抗議の声が多く上がりました。その背景には最大野党である、共に民主党など政治家の海洋放出はあってはならない行為といった根拠のない主張があったのです。こうした政治家の声は国民の消費行動に大きな影響を及ぼし、メディアも処理水の報道が増えたことで消費者の魚離れが始まったと報じていましたが、それ以前から韓国産の食品には問題があったと言えるでしょう。まず、2012年にアメリカの食品医薬品局は、韓国による糞尿の海洋投棄が食中毒を引き起こす可能性があるとして、韓国産の牡蠣やムール貝など貝類の販売を禁止。2020年にはアメリカで韓国産エノキダケから食中毒の原因となるリステリア菌に感染して4人が死亡、30人余りが入院する事態となっています。さらに2021年には辛ラーメンで知られる韓国の即席ラーメン最大手の農心が EU に輸出したラーメンから中枢神経や循環器などに障害を引き起こすニクロロエタノールが検出されました。このような問題が続発していることから、専門家からは現在食品の安全に関して最も危険な国は韓国だと指摘されるほどなのです。これらの問題が起きているのが決して昔の話ではないから恐ろしいですよね。二つ目の理由は、ウォン安で物価が上がっていることが消費者の負担を大きくしています。日本でも円安が進み、日々メディアでも大きく取り上げられていますが、ウォン安による影響は日本と比べ物にならないほど深刻な状況に陥っているのです。なぜなら、ウォンは一時的に1ドル1400ウォンを突破し、危険水域に到達しています。日本であれば原材料費が上昇し、製造コストが上がっても、ある程度は企業で商品の価格上昇を抑える努力がされますが、韓国企業の多くはそうした対応力に欠けている場合が多いのです。そのため、上がった原材料費はそのまま消費者の負担となり、深刻な物価高につながっています。また、これらの物価上昇に伴い自炊をする人も増えているようですが、自炊のための食材すら高騰している上に、安全とは言い難い状態と言います。原材料価格の上昇が長期化すれば、負担はさらに大きくなるでしょう。以上が食糧難に陥ると考えられている主な原因です。しかし、その他にも半導体が落ち込んだことや、周辺国の経済に引っ張られたことが考えられ、そのどちらも中国が深く関係していることから、韓国はようやく脱中国に動き始め、アメリカ向けの輸出量を大幅に増加しました。今後、韓国にとって何よりも重要なのは日米との関係強化です。現在の日韓の経済関係は、ユン政権が必死で日本との関係を改善したいと動いてはいますが、簡単ではないでしょう。韓国はいつまでも日本に助けを求めるのではなく、自分たちで努力することを覚えてほしいものです。この話題に対して、海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。IAEA を無視した理不尽な韓国の反日の動きは、自国の足元の汚染には目を向けず、日本の処理水に過敏に反応している。月城原発1号機から20年以上の垂れ流しの惨状から目を背けたいという意思の表れでもあるのでは？そういうことが韓国内でも起きているのを棚に上げているのね。処理水を放出しても福島県がある太平洋側と
韓国のある日本海側では海流によって希釈されると思うわ。科学的に思考すれば、魚の買い控えをしなくても大丈夫だと分かりそうなものだけどね。それよりも潮の流れを頭に叩き込みなよ。そちら側へは流れませんから。本当にそれは思うわ。海域や海流を考えると騒ぐのはおかしい。あなたたちには関係ないんだから。そもそも韓国の政治家やメディアが自国や中国の原発排水の現実や科学的な根拠を一切国民に伝えないことが一番の問題。国民が混乱すればするほど自分たちの問題点を隠したまま全てを日本に責任転嫁できますからね。よそのことをとやかく言う前に、まずは下水処理や衛生面をどうにかしろよ。君たちの食品は一切信用してないぞ。日本には行ったことがあるけど、どこの国よりも清潔で綺麗だったよ。あんなに衛生面に気を使える国なら、処理水問題も食品も大丈夫でしょ。韓国や中国はいつも日本の荒探しをしているな。そしていつも抗議した内容がブーメランのように自分に返っていく。いつも同じ流れだよね。このことにいつ気づくんだろうか。私は韓国人ではないけれど、やっぱり処理水の放出は今後どのような影響を及ぼすのか心配です。トリチウムはどこにでも存在するからね。言うなれば、処理水に浸かるよりもタバコを吸うことの方が有害性は高いよ。初めて日本の処理水の話を聞いたとき、みんなの海だからそんなことはやめてと思っていたけれど、調べてみたら、私の地元の原子炉は同レベルのトリチウムを放出していて、私たちはすでにその水を飲んでいたことが分かったの。きっと世界中には自国が同じことをしているって知らずに日本を非難している人もいると思うわ。結局どの国もメディアが自国のあまり見せたくない部分の報道を控えているってことだよね。その後、韓国の処理水の方が日本よりも多くのトリチウムを排出していることを認めたよ。これは大々的に取り上げるべきだよ。こんなことを繰り返すから日本に信用してもらえないんだ。日本も韓国もどちらも好きだから、争いをやめて未来に向けて一緒に進んでいってほしい。日本も円安による物価高なのに、韓国から泣きつかれるのは大変だね。助けてあげても感謝しないし、でも隣国だから完全な無視もできないし、まるで赤子の子守りをしているようだ。散々反日運動をしているくせに、いざとなったら助けを求めるなんて都合が良すぎ。韓国政府は自分勝手な行動が恥ずかしくならないのだろうか。韓国に友人がいるけど、みんながみんなそんな人種じゃないから一緒にされるのはかわいそうになるよ。若い人は反日じゃない人も結構いるらしいね。政治を取り仕切る大人たちが自分たちと考えが違って他の国と仲が悪くなるのは悲しいことだね。貧困層の高齢者は働き口もなくて食べるものもない。韓国政府は一刻も早く打開策を打ち出さないと。他国に頼ってばかりではいけない。明日は我が身の人も多いみたいだし、他国に頼るよりもまずは韓国の富裕層が何か手助けしては、今後は他国との付き合い方をしっかり考えなきゃいけないね。見放されたら終わりだよ。次に日本人の反応を見てみましょう。完全無視が日本国民のためです。これからは絶対に関わらないことが安全です。同感です。そもそも先進国なのですから、自ら解決できないはずはありませんからね。嫌いな国に助けてって平気で言えるのすごいですよね。日本は敵国扱いです。その国に助けてってどの口が言うのと思うよね。思考能力も理論も謝罪も感謝も持ち合わせない国とは付き合いはできない。普段から節度ある対応をしていれば気持ちよく援助できるのに。お願いだから都合良い時だけ手のひら返しをしないでください。なんで日本が助けてあげなきゃいけないの。寝言は寝て言え。私は中国、韓国産のものは種類を問わず10年以上一切購入していません。中国人ですら中国の食品は危険っていうレベル。絶対食べられない。
韓国にも健康食品ってあるのかな？衛生面とか安全面に気を使っていないイメージしかないんだけど、日本のことを気にするよりも自国の海洋放出水が海に流れる方がよっぽど危険だと気がついた方がいいよね。自分で何とかするが大事です。絶対助けてはダメです。韓国は世界一だと言っていたのだから、今が頑張り時です。頑張ってね。どうして IAEA は異論を唱える国々に同時、同条件の測定、査察しないのだろう？外交的配慮かな？もしこれを実行できていたら、日本だけ世界から非難されることはなかったかも。原発事故が起きたのが他の国だったら、どんなことになっていたかな？もっと絶望的かもしれない。前に麻生さんに言ったこと、覚えているか？二度と貸さないと言ったよな。そして、その時のことは忘れてないからな。韓国は日本の助けは今後必要がないと言ったんだ。どうなろうと知らないよ。なんであれほど偉そうに日本叩きばかりして、困ると泣きついてくるんでしょう？反抗期の少年ジャールマイ氏。助けず、教えず、関わらず、今こそ悲観三原則だ。飲み水に困っている国には井戸の掘り方を、食べ物に困っている国には農業を。私たちは途上国に対する支援は自立できるよう技術を教えてきました。韓国には日本と似て資源がないので、造船、鉄鋼、自動車、半導体を教えました。それなのに、技術や金銭面で支援した企業を訴えるような国。まずは自力で立て直してみろ、と思ったりします。まず、竹島返してからじゃないと、お話にならない。話は竹島返してから言ってくれ。そもそも、韓国は経済を内需型に変える課題に、まるで真面目に取り組んでいないよね。日本も下落が止まらないから、韓国を助けている場合じゃない。貧困層の人たちはかわいそうだと思うけど、こちらも物価高で余裕がありませんからね。日本政府も物価高騰による対策を頑張っていただきたい。以上が日本の人々の反応でした。恩をあだで返されるイメージが強いためか、援助には消極的な意見が多いですね。また、日本も円安が問題になっており、韓国を気にしている場合ではないといった意見も見られました。韓国とのトラブルは政治や食品といったことだけではなく、企業間でも起こっています。一体何があったのでしょうか？詳しく見ていきましょう。無料モバイルメッセンジャーの LINE は、日本では9600万人が使用しているほか、東アジア圏で利用者数が2億人に達するなど、圧倒的なシェアで知られています。2019年には、LINE の親会社のネイバーと、Yahoo Japan の親会社、ソフトバンクが、LINE と Yahoo Japan の経営統合を宣言。両社は2021年に、株の持ち分が、50対50の割合で合弁会社を設立し、社名を LINE Yahoo としました。ところが2023年11月、ネイバーの韓国本社のサーバーが、ハッキングされたことで、ネイバーの社内ネットワークと連結されていた LINE の利用者51万9000件余りの個人データが漏洩する事故が発生。これに対し2024年3月、日本の総務省は再発防止のための行政指導を行ったのです。行政指導が行われるのも仕方がないと思うのですが、どうやらこの内容が問題だったようです。続きを見ていきましょう。総務省は情報漏洩の原因として、LINE の情報のアクセス権限をネイバーに広範囲で認めてきたことを指摘した上で、LINE Yahoo とネイバーとのシステムを完全に分離することを注文すると同時に、資本関係も含めて経営体制を見直す検討を求めました。つまり、総務省は LINE Yahoo が業務委託先の立場でもあるネイバーから資本的な支配を受けているため、ネイバーを適切に管理監督できていないという問題意識を表明したのです。LINE Yahoo は報告書を通じて、ネイバーへの業務委託は韓国内での一部業務を除きすべて終了すること、国内外の子会社のシステム分離などの再発防止策を明かしましたが、総務省は不十分だとして、異例の二次行政指導を下したのです。しかし、これに対して共同通信が、
ソフトバンクがネイバー側から持ち株を追加買い入れするための交渉に乗り出したと報道したことで、韓国メディアが大きく反発しました。これまで日韓関係の正常化を支持してきた保守紙朝鮮日報は、ハッキングによる個人情報漏洩問題は罰金と保安措置を要求するなどの行政命令が通常的であり、政府が無知分整理を圧迫することは常識から外れるとして、日本政府の行政指導は韓国を敵性国と見るのではないかという考えまで呼び起こすと強い言葉で非難しています。また、同じ保守系の東亜日報も、日本政府の本音は自国民の大多数が使っているメッセンジャーの半分を韓国企業が持っていることに不満を抱き、経営権を奪おうとしているという解釈が出ていると指摘。韓国側はソフトバンクがネイバーから株を買い入れることになれば、50対50の均衡が崩れ、LINE ヤフーの経営権が完全にソフトバンクへ移り、結局は韓国企業を日本政府に奪われる結果になると主張しているのです。湧き出る批判に背中を押された形になったユン・ソンニョル外交部も、韓国企業に対する差別的措置があってはならないとし、この問題と関連してネイバー側の立場を確認する一方、必要に応じて日本側とも疎通していくと明らかにしました。ユン政権の発足以来、久しぶりに訓風が吹いていた日韓関係でしたが、韓国政権党の総選挙惨敗とともに、LINE ヤフー問題が浮かび上がり、韓国では再び反日感情が揺れ動く危険性も出てきています。これを防ぐためにも、日韓両政府の円満な調整が必要ですが、展望はそれほど明るくはありません。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。